本当にいよいよついに始まるんやなっていう気持ち、本当地域のみんながもう好きな愛されてますけど、みんなでこうして山のことができるのすごい本当に嬉しいです。今年はまあちょっともうできる限り盛り上げていって、若い子は興味があるような祭りにできたらなと思ってますね。はい、極端やね、ここで本当に。老いも若きも一緒のこうやって作業してさ、昔はどうやったこうやったって言って語り継がしていかないけんけ。でも、もうそれが楽しいよ。今年人間な、今年の人間は一応桃太郎です。桃太郎、一応鬼退治っていうかコロナ退治、コロナ退治テーマは一応それで今回顔が違うけど1回目の時平面すぎてから立体感がなくなってかっこ悪い感じになったんで、今回はもう少し立体的になるようにやってます。木がバリバリーじゃん、きしむ音が、もうあれが最高よの。あの音をこう楽しむためにこんな作業一生懸命しようみたいなもんよ。あれでギョンギョン締めて上から水かけてね、あれで締めるっていうか、ロープを僕みんなもう一生懸命ロープ引っ張りやろ。ここが一番ポイントやけ、山に心を注入するっていうような感じ。両方一緒の太さぐらいにしてたんですけど、刀持つんでちょっと迫力的にこっちの方が強く見せた方がいいだろうっていうことでちょっと太めにしました。いい感じになっちゃうなと思って今感心しよった。よく本当作ったなと思って、まあ親バカながら嬉しいばっかしよでもまだもっとこうしたらよかったなとかはあるけど、この祭りに出すにはもうちゃんとしたものができたと思います。みんな一つになって本町区の心意気っていうのをね
見せたいよね、やっぱ。楽しかったけどきつかった。まあ若者たちが頑張って成長してくれて、そういうのはやっぱ嬉しいよね。最高でした。祭りに熱い、やりたいやりたいって言ってくれる人を集めていきたいなと思います。